津田八太郎は、日本の政治家、元参議院議員、岐阜県大野郡生まれ、岐阜県立飛騨高等学校、神奈川大学法学部卒業後、全勤連合に入局し、本部副書記長を経て、2004年の第20回参議院議員通常選挙で、比例区から初当選。2010年7月の第22回参議院議員通常選挙で再選。 同窓先住からの典型的な連合組織内候補であった。2015年1月に行われた民主党代表選挙では、元幹事長、細野武氏の推薦人に名を連ねた。2016年の第24回参議院議員、通常選挙には出馬せず、任期限りで政界を引退。後継として、 ジャム副会長の藤川慎一が立候補し11万2995票を集めたが当選権に届かず落選した。2015年9月17日、参院平和安全法制特別委員会での平和安全法制採決時に大混乱となった委員長席周辺から離れた場所に立っていた自民党の大沼水を椅子まで引きずり椅子に座った。 津田の膝の上に乗せた後、横に投げ飛ばした際に、右手の薬指と小指を負傷させられた。大沼議員は号泣した。これに対して、谷垣定一自民党幹事長は、懲罰動議の検討を表明した。9月19日、産経新聞の取材に対し、津田は関係ないとの発言を繰り返し、記者の IC レコーダーを見て、余計なものを出すなと述べ、取材を拒否した。 9月24日、新馬和也参院国体委員長と共に大沼と面会し謝罪。大沼によれば、新馬は誠実に謝ったが、津田は引き倒したのは遺憾であるなどと短く述べるだけで、正面から謝罪はしなかったため、誠意が感じられず、個人的には受け入れられないとしている。民主代表選候補の推薦人名簿時事事トコム2 0 1 5年1月7日、 2013院選候補者アンケート毎日 JP2010 年6月26日私を羽交い締めにして引き倒し自民女性議員が民主議員のセクハラ暴行を激白産経新聞 http://www.sankei.com/.affairs/.news/.150918/.afr15091800477-n1.html2015 年9月18日日閲覧。自民、谷垣氏が民主のセクハラ暴行に激怒、懲罰動議に言及、節度を書いている。 産経新聞、http www.sanki.com スラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ150918スラッシュ p l t n 1 5 0 9 1 8 0 0 9 7 7 h t m l 二零一五年九月十九日閲覧セクハラ暴行疑惑の民主議員、本市直撃に関係ない繰り返す 産経新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ150919スラッシュ plt 150919 0005-n1.html 2015年9月19日閲覧。民主、津田議員、暴行疑惑自民、大沼議員、怒り冷めやらず。 fnnhttp コロンスラッシュスラッシュ www.fnn-news.com スラッシュニューススラッシュヘッドラインズスラッシュアーティクルズスラッシュ c onn00303954.html は民主津田市自民佐藤氏が謝罪安保の混乱読売新聞 http www. 読売 cojp ポリティックス2 0 1 5 9 2 4ト1 t 5 1 0 5 h t m l ありがとうございます。